どうも、今回は、テイルズシリーズの進化の歴史を皆様と見ていきたいと思います。テイルズシリーズといえば、バンダイナムコエンターテインメントが提供する RPG ゲームです。アニメ調のグラフィックや、キャッチコピーが〇〇な RPG という風に、それぞれのテーマに基づいた作風が特徴的です。作品数が多いため、マザーシップタイトルのみを紹介しますので、完全版、リメイク、スピンオフ、クロスオーバー、スマホアプリは除外させていただきます。また、入念なリサーチを心がけていますが、全作品をプレイしていませんので、にわかをかます時もあります。その時はコメント欄にてご指摘お願いします。それでは行きましょう。記念すべきテイルズシリーズ第1作で、スーファミ後期に発売されました。これは人の心だ。シリーズ初出にして、大容量カートリッジによるキャラクター音声、主題歌といった演出や、コマンド操作とアクション要素を取り入れた横画面戦闘、リニアモーションバトルシステムを主な特徴としています。世界観には北欧神話のキーワードが盛り込まれ、SF 要素も加味されています。主人公のクレスは、復活した魔王ダオスを倒すための方法を探すため、時を超えて様々な時代を旅します。ストーリーに関して、完全凶悪で終わらない奥深なストーリーで、ラスボスのダオスは悪役でありながら、悲劇性を持ち合わせていることで高い人気を誇ります。形や立場こそ違えど、主人公たちと同じように、守るべきものを救うための行為として己の正義を貫くという設定は、当時としては斬新でした。当時の RPG ゲームはコマンドタイプのバトルが主流でしたが、自分で移動して攻撃、というプレイヤーが介入できるシステムは斬新で、戦闘システムの根本はすでに確立されています。現在とは違い、敵との距離で取れる行動が異なる仕様で、技によっては発動できないものもありました。また、防御に関しても任意でできず、一定確率で自動的に盾を構えて敵の攻撃を防ぐ仕様となっているなど、今の作品と比べると荒削りな部分が目立ちます。シリーズ屈指の高難易度で、雑魚敵からボスまでぶっ壊れており、ボス戦に至っては術技一撃で広範囲のメンバーが致命傷を受けたり、ラスボスに関しては、魔術でしか傷つけることができない、という設定を忠実に反映しており、尖ったゲームバランスをしていましたが、そこに見せられるプレイヤーも少なくありませんでした。曲自体も極めて完成度が高く、精霊戦の BGM であるファイティング・オブ・ザ・スピリットは、未だにシリーズ最高傑作とも言われるほどの名曲であり、当時この BGM を聴いた植松信夫氏などといった名だたる作曲家たちは、皆震え上がったというエピソードが残っているそうです。総評として、時代を超える壮大な世界観、完全凶悪に終わらないシナリオ、そしてアクション満点の戦闘は非常に斬新で、リメイク作品も最もなされている作品ですが、同時期にドラゴンクエスト6幻の大地が発売されたことから、初期版はあまりの売れなさに一時生産中止までなりました。ところが、口コミで評判が広まり徐々に知名度が上がっていくと、ゲーム販売数よりも攻略本販売数の方が多いという珍現象が起き、これに気づいたナムコが再生産を始めたという逸話があります。余談ですが、当初の制作メンバーの一部は後にトライエースとして独立、スターオーシャンシリーズなどを制作していくことになります。1997年にテイルズ・オブ・デスティニーが発売されました。PS ハード初のテイルズシリーズで、シリーズで最初にミリオンヒットを達成した記念すべき作品です。初めてオープニングアニメーションが採用され、主題歌に合わせたアニメーションムービーが制作されました。当時珍しかったデジタルアニメーションは、20年後の HD アニメと並べても負けず劣らずの出来です。ディーンが歌う主題歌の夢であるようには、ゲームの脚本を網羅した上で、イメージを確たるものにして作られたこの作品のための一曲です。この主題歌とアニメーションムービーによるオープニングは、以降のシリーズの定番となります。前作が尖ったゲームバランスをして敷居を高くしてしまったので、今作では全体的に低難易度なバランスとなっています。戦闘システムは進化し、エンハンストリニアモーションバトルシステムと呼称され、前作では距離によって技が切り替わる仕様でしたが、本作では距離の概念を廃止、十字キーの上下横ニュートラルの4箇所に登録するように統一され、以降のシリーズの基本となりました。キャラクター同士が雑談をするシステムアクティブパーティウィンドウを採用しており、
後のシリーズ作品でスキットやチャットと呼ばれるシステムの元となりました。禁止だって、さっき決めただろ。ああ、うるさいわね。暑いだから暑いって言って何が悪いのよ。はあ、暑い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 。今作品のキャラ、リオン・マグナスはシリーズ全体で見ても未だに高い人気を持っており、彼の結末に対しては当時からブーイングが起こっていました。それを受けてか、後年発売されたリメイク作品では性格面やセリフが多く変更されており、オリジナルとリメイクで作風が大きく変わっているのが特徴的です。しかし、オリジナルの本作がヒットしたおかげで現在のシリーズの地位が確立されており、後のシリーズに大きな影響を及ぼしたことは間違いないことです。2000年にテイルズ・オブ・エターニアが発売されました。シリーズで最後のプレステ作品です。世界観は、オルバース海面を境に対面する2つの世界、インフェリアとセレスティア。2つの世界の交流は約2000年前から途絶えており、それぞれの世界で独自の文化が栄えています。主人公のリッドは、思いがけないきっかけから旅に出ることになり、やがて世界を救うことになります。従来の作品がダーク寄りなシナリオ展開が多いことに反して、本作はかなり王道な部類ですが、他者に対する無理解から起こる争いなど、なかなか考えさせられる描写も多く、王道でありながら決して軽くない、奥深いストーリーが魅力的です。主人公のリッドは、シリーズ中でも屈指の常識人で、己の身の丈以上の冒険に対してはそれほど積極的に関わろうとはせず、しかし、自らの立場や使命を意識するようになり、毅然と世界の危機に立ち向かう姿は好評で、根強い人気を誇っています。文化の違いを様々な形で表現しており、特にメルニクス語は英語を元にした構文と文字の造形発音が設定され、言語体系として作られたことが最大の特徴です。実際に解読することができ、序盤の方からストーリーの核心に迫る記述が隠されている箇所もあり、世界観に厚みを与えています。グラフィックに関してはキャラの等身が2等身から3等身に進歩し、以降のテイルズでも今作の等身が基準となっています。戦闘システムに関して、リニアモーションバトルシステムの完成形である、アグレッシブリニアモーションバトルシステムが採用され、以降の作品はこれの改良がされていきます。スピーディなアクションになり、今作からは敵の攻撃全般に範囲などが設定されたおかげで、ダッシュやジャンプで回避することが可能となり、プレイヤーのテクニックが明確に反映されるようになりました。また、飛行機が登場します。現在のように作中で説明されることがないため、手探りで発見する必要があります。特に完全に取得された飛行機のブルーアースというものがありますが、これは発動条件がかなり難しく設定されており、なんと攻略本にすら載っていません。その存在はプレイヤーによるロム解析で発見され、実に発売されて1年以上経った時点での発覚です。総評として、以降のシリーズの基本となった緻密な戦闘システム、完成度の高いシナリオなど、現在まで続くシリーズの土台を様々な意味で揺るぎないものにした作品です。本作以降のシリーズ作品は、開発環境の変化とそれに伴う作風の変化により評価が割れており、それゆえに特に古参のファンの中には、今作をシリーズ最高傑作と評する者も少なくないです。2002年にテイルズ・オブ・デスティニー2が発売されました。シリーズで初めて、プレステ2で発売されたソフトです。ハード変更に伴うインターフェースの向上、ワールドマップが完全に 3D 化され、マップ上の表現がかなりリアルなものになりました。デスティニーから18年を舞台に、前作主人公スタンの息子、英雄志望を胸に抱くカイルが主人公です。前作と打って変わってタイムスリップもので、歴史の改変を防ぐために不思議な力を持つ少女リアラと一緒に、過去や未来を行き来することになります。シリーズの完成形と言われたエターニアからいくつか変更点があります。トラストタクティカルリニアモーションバトルシステムという、新たな戦闘システムでより高度な戦術が求められるようになりました。キャラクターそれぞれにスピリッツが設定され、
攻撃などの行動によって消費していき、スピリットが半分以下になると命中と回避が大きく下がるなどのデメリットがあるので、これの管理が重要になっています。後のオーバーリミッツの前身とも言えるシステム、スピリッツブラスターが導入され、発動するとスピリッツが減少しない、スーパーアーマーなどのメリットがあります。しかしシステム全体で見ると命中回避の仕様や、他の細かな理由で複雑になっており賛否が分かれています。他のシステムについては、以前は顔グラフィックのみ表示されていたフェイスチャットが、キャラクターの立ち絵を映すスクリーンチャットに変わり、完全フルボイスで表現の幅が増しました。細かなとこを挙げると、成長要素に不可欠な称号、武器や防具に追加効果を付与できるスロット、技などの性能を変化させるエンチャント、引き継ぎ要素を購入するグレード、アイテム同士を合成するリファイン、などいくつかの新しいことが試みられました。一方でストーリーとキャラクターは賛否分かれています。主人公カイルは英雄に憧れている少年ですが、脳天気で考えなしのキャラとして描かれており、遺跡で出会ったリアラが英雄を探しているという一言を受けただけで、俺が英雄だよ的なことを返し、彼女をストーキングしていくことが旅立ちのきっかけです。ストーカーはまずい、また続編作品の定めか、前作から設定などの矛盾が見受けられ、食い違いが発生しています。前作キャラの扱いも悪く、うちの一人は悲惨な結末を迎えています。その仇に対して、主人公側のリアクションが薄いなどの、シナリオとしての荒が目立ちます。しかし漠然と英雄を目指していたカイルが、終盤では別人のような立派な姿を見せ、苦渋の果てに英雄とは何か、という答えを見出すシリアスなシナリオは評価が高いです。総評として、完成形と称されたエターニアの戦闘システムを変則的にいじっており、賛否が分かれやすいです。ストーリーの流れも基本行き当たりばったりで、伏線の張り方や回収が強引です。続編ものとしての素材を活かせていないなどの批判が目立ちます。しかしパーティー間の関係は明るく比較的良好なため、ギスギスしすぎないので見ていて疲れません。そういったことから、本作以後のシリーズの変遷や展開から、本作を以降のシリーズの方向性を決めた作品とするものや、否定的にシリーズがおかしな方向に向かうようになったきっかけの作品とするものもおり、賛否両論となった作品です。2003年にテイルズ・オブ・シンフォニアが発売されました。シリーズ初のゲームキューブで、ファンタジアと同じ世界軸で過去の時間軸を描いています。マナを生む大樹があった。シンフォニアからテイルズに深いテーマを入れると公言され、本作は差別という重いテーマに沿って物語が進んでいき、人間、エルフ、ハーフエルフの確執が描かれています。ストーリーの内容自体は、重いストーリーで人を選ぶものであるものの、破綻なくしっかりまとめられています。キャラクター、フィールドともに完全 3D に進化し、キャラデザの雰囲気が十分に再現されており、臨場感のある表現ができるようになりました。主人公ロイドをはじめ、キャラクター人気はシリーズ内で高く、おおむね高評価を得られています。戦闘システムはマルチラインリニアモーションバトルシステムを採用。従来は平面上で向き合った形の戦闘でしたが、本作は360度全方位に展開するフィールドを舞台に、ターゲットに指定した敵との間に見えないラインが引かれ、そのライン上で戦うことになります。それによって戦略性が生まれ、ハードルが高すぎると批判が強かったデスティニー2と違って、システムに馴染みやすいことで多くのプレイヤーから受け入れられました。細かいとこでは、仲間と連携して攻撃するユニゾンアタックと、さらに追撃ができる複合特技があります。オーバーリミッツも実装され、使用技の発動条件に関わっていることもある重要なシステムとなっています。また、本作ではレベルアップで技を習得するのではなく、ベースとなる技の使用回数などでひらめいて習得する形になっています。ロイドには隠しステータス好感度があり、ゲーム中の選択肢で他キャラからの好感度が上下します。このシステムのせいでロイドは、男性女性見境なく落としている様がまるでギャルゲーのようであり、一部のファンからネタで攻略王と言われてたりします。総評として、しっかりまとめられたストーリーとキャラは評価が高く、戦闘システムは旧作からの正当進化という形で好意的に受け入れられました。以降のシリーズは本作のライト向けの戦闘システムと、デスティニー2のような高難易度向けの戦闘と枝分かれしていきます。
2004年にテイルズ・オブ・リバースが発売されました。シナリオのテーマが異なる人種や民族間における共存と対立であり、そのため終始重みのある暗いテイストのストーリーとなっています。直接的な描写のみならず、差別対立の根本的な思想や感情にも深く踏み込んだ描写やセリフが多く、パーティーのトップにして操作しているキャラクターの種族により町人の反応が変わったり、一部の店が使えなくなるといったシステム面での差別化を徹底的に描いています。そんな本作の最大の賛否両論点は戦闘システムにあります。3ラインリニアモーションバトルシステムを採用しており、 2D 描写の戦闘フィールドに手前中央奥のラインが存在し、ここを行き来しながら陣形を維持するというのが重要になってきます。最大の特徴として回復魔法が存在しませんが、その代わりに術技を敵に当てると回復する仕組みになっています。しかしそれにはラッシュゲージというものが大きく関与します。このシステムは複雑すぎて詳しい説明は省きますが、ラッシュゲージが高い時は余ダメが上昇するが、非ダメも増加し HP 回復量も下がる、低い時はその逆といったように、それ以外にも様々な面で影響を及ぼします。そして従来の術技発動に必要な TP を廃止し、ホルスゲージが採用されています。極端な話、ホルスゲージがゼロでも術技は発動可能で使い放題ですが、本来の性能を発揮できず、HP も回復しないなどというデメリットも存在します。敵について、今作の雑魚敵は好戦敵で頭も良く、連携までしてくるので、ボスより雑魚が強いケースも多く、戦術したシステムを理解していないと苦戦する難易度となっています。以上の点から、HP、ホルスゲージ、ラッシュゲージを適切に管理することが、このゲームにおける基本です。また、ストーリー面に関しては、今までにシナリオの一部に種族対立を取り入れたシリーズ作品はありますが、本作はストーリーの終始にわたって種族対立がメインテーマとなっています。その影響か、パーティーメンバーのキトレイを除いて、ほとんど暗めです。しかし根は常識人かつ理性的で、シリーズ特有の、性格や言動が露骨に狙いすぎて不快感を感じるということはありません。すいません。その方がずっといい。ラストの展開について、ご都合主義感が強く、大雑把に言えば、種族同士の争いが加熱している最中に突然神のような存在が現れ、それによって世界が滅びてしまうことを知った主人公たちが立ち向かう、といった感じで、ラスボスが倒された後も世界的に種族対立は続いており、あくまで世界滅亡の危機は乗り越えた程度の影響となっており、根本的な解決には至っていません。総評としてシナリオの大筋はまとまっていますが、テーマの差別や対立というところではうまく回収できておらず、複雑な戦闘システムも合わせて新規にプレイする初心者にとってはかなり敷居が高くなっています。しかし発売から時間が経つにつれて、システムを理解できれば戦略的で合理的な戦闘が味わえるとして評価を改める声も上がっています。余談ですが、民族問題というシナリオのテーマ発案はメインシナリオを担当した平松正樹氏が、民族間での対立が残るユーゴスラビアを旅行した経験に基づき、人間関係や種族関係の再構築という意味でタイトルのリバースが付けられました。2005年にテイルズ・オブ・レジェンディアが発売されました。企画の発端は、シリーズをナムコの格闘ゲーム部門が作ったらどうなるかという期待から、鉄拳シリーズやソウルキャリバーシリーズのスタッフが参加し、様々な違いから従来作とは異なる雰囲気を持っています。大きく異なる点はキャラクターデザインが、従来の猪俣睦巳氏や藤島康介氏に代わり中澤和人氏の癖のあるデザインとなっており、シリーズ経験者からすると敬遠される傾向にあります。作曲者も変更され、従来作では桜庭元石や田村真嗣氏、古谷良太氏などの方々が手掛けていましたが、本作では椎名剛氏が担当しており、従来のロックを基調とした激しい曲からオーケストラを使用し、落ち着きのある曲や華やかな曲が多く、それを新日本フィルハーモニー交響楽団が演奏しており、 BGM の評価は非常に高いです。主題歌のタオは本作の世界観をイメージし制作されたオリジナルソングで、幻想的なイメージを連想させる曲となっています。また挿入歌のホタルビは、電撃オンラインが実施したアンケート、最も好きなゲームの挿入歌はでは第4位にランクインしています。ストーリーは絆をテーマとしており、愛する者への思い、別れなどにフィーチャーされています。
本編は主人公セネルと妹シャーリーをめぐる勢力同士の戦いと対立を描くメインシナリオと、他パーティーメンバーたちに焦点を当てたキャラクタークエストで構成されています。これらのストーリーは声優の演技、壮大な BGM、美麗な 3D グラフィック、アニメーションという様々な演出によって彩られ、高い評価を得ています。戦闘システムに関しては、3D グラフィックであるものの、バトルシステムは従来の 2D 戦闘で行われます。エターニアを少し改良したもので、原作リバースからするとかなりわかりやすいものとなっています。この戦闘システムに批判が集中しており、よく言えばシンプル、悪く言えば単純に退化していると言われ、日和りがなかったり、技のエフェクトがかなり地味で、演出面がファミコンレベルと揶揄されてしまっています。しかしシリーズで初めてモーションキャプチャーが導入され、これによってリアルに近い動きをしており、リアリティは増しました。以上の点から、ストーリーや BGM は高評価を受けており、問題点は戦闘にあると言われていますので、戦闘システムのみを改良したリメイクを望む声は頻繁にされています。余談ですが、本作の BGM は2009年の日本のゲームミュージックの祭典にて、マリオなどの有名シリーズや、音楽面で高い評価を得たペルソナ4などが並ぶ中、本作の BGM が選ばれています。また本作の1ヶ月前にはテイルズ・オブ・ジ・アビスが発表され、そちらに注目が集まってしまったため、本作は影の薄い作品として扱われるようになってしまいました。2005年にテイルズ・オブ・ジ・アビスが発売されました。シリーズ10周年作品と銘打っており、ドラマ CD や小説、漫画が多く発売されたこと、2クールに及ぶテレビアニメが放映されたことから力の入れようがわかります。世界観としては、あらゆる事象がスコアにて的確に読まれ、国や人々がスコアとスコアを託すローレライ教団に支配された世界です。グラフィックはかなり進化し、藤島氏の元への雰囲気をほぼ完璧に再現できるまでに至っています。イベント中でも今までにはなかった、接近戦や激しいアクションシーンが取り入れられ、臨場感がかなり増しています。戦闘システムはフレックスレンジリニアモーションバトルシステムを採用し、これはシンフォニアの進化系で、アクション要素がより強くなり、戦闘自由度も増しました。大きな点としてフリーランが採用されたことで、従来のラインに沿った戦い方ではなく、フィールドを自由に移動することができ、かなり革新的な変更です。細かな特徴として、フィールドオブフォニムスというシステムがあり、属性のついた術技を使うことで対応したサークルが出現し、これの上で術技を使うとパワーアップします。オーバーリミッツも改善され、発動までのタイミングが可視化され、持続時間もわかるようになりました。音楽面に関しては、バンプオブチキンによる主題歌カルマの評価が非常に高く、ゲーム内のアレンジもすべて、ボーカルの藤原氏が作曲しました。カラオケ曲でも常に上位に入っているなどで、ゲーム自体は知らないけど、曲だけは知っているという人も多いんじゃないんでしょうか。今作で避けても避けれないのが、キャラクターとストーリーです。まずキャラクターについて、主人公のルークは中盤まで、わがまま自己中感触持ち多席傾向うるさい、などといった散々な評価をプレイヤーからされます。彼の生い立ちなどを知ればかなり同情できる部分もあり、一概にも彼の身が中盤のとある出来事で悪かったとも言えません。他のパーティーメンバーを見てみると全員、何かしらの立場にいる人物であり、重大な情報を知っているはずなのに開示せず、ことが終わった後にさも知らん顔して平然と他人を責めます。このように従来作と違い、互いの利害が一致しているからといった動機で加入するメンバーが多く、全体的にメンバー同士が無意識にある程度の距離を置いて接している感が強いです。ストーリーの中盤で、ルークは大きな失敗をやらかしてパーティーメンバーにボロクソ言われますが、戦術したように各々が自分の持っている情報を開示したら防げたかもしれない事件でした。このように中盤までは、常にギスギスしたパーティーメンバーたちですが、中盤以降は主人公が心を入れ替え、自分の生まれを知り自らのアイデンティティを確立することで、セモノ揃いだがなんだかんだ結束力が強いパーティーと変化していく様は、一見の価値があります。ルークが主人公でありながらこのようなトゲのある両極端な人物になったのは、制作側が10周年だからこそ、今までとは違う主人公にするとしたので、ある意味その目論見は成功しています。大筋のシナリオ自体は整っており、スコアに頼らず自分で未来を選択する世界を目指すことへの困難さなど、物語の質自体は高いです。ただ、同じ側面をプレイヤーがどう捉えるかで評価は大きく変わり、
評価サイトを見れば絶賛する声や、とことん嫌う者がいるなどでまさに賛否両論です。例えばラストシーンに登場する青年は誰なのか、という議論は未だに決着がついていません。皆さんはどう思うでしょうか？総評として、ストーリーキャラクターに関する賛否両論とロード時間の長さによる不便さは目立つものの、作品単体としての完成度とプレイヤー人気は高いです。その証拠に2021年12月27日にテレビ朝日系列で放送された、テレビゲーム総選挙では、本作が53位にランクインし、シリーズ唯一のランクインとなりました。余談ですが、アニメ版のエンディング曲の冒険彗星は名曲です。2007年にテイルズ・オブ・イノセンスが発売されました。シリーズで初の DS 作品ではなく、二つ目の DS ソフトです。一つ目のテイルズ・オブ・テンペストは、当時マザーシップタイトルとして制作されていたのか不明ような部分もあり、発売した結果、その出来のひどさからなんとなく外伝扱いされていました。そのような失敗を踏まえてイノセンスは制作され、期待が寄せられていました。ストーリーとしては、前世の記憶に目覚め、異能の力を行使できるようになった主人公たちと、世界を作り変える力創生力の悪用を企む者たちの戦いを描いています。もう一人同士を迎えられるとは。戦闘システムは、ディメンショナルストライドリニアモーションバトルシステムと呼ばれるもので、アビスの 3D 空間での戦闘をベースに、リメイク版デスティニーと同様の空中戦や、特技系統はシンフォニアの、特技、秘技、奥義の3段階制を継承し、レジェンディアの敵 HP 表示とパッシングスルーに相当する余計道も存在します。要するに従来作品のいいとこ取りをしたシステムとなっています。また、複数プレイヤーによるマルチプレイも可能です。問題点となっているところは、シリーズ恒例のスキットにほぼ声がついておらず、収録数も少なめであること、劇中アニメーションがない、ダンジョンが単調な上長く、敵が多い、戦闘画面及びモンスターのデザインはアビスのほぼコピペ、シナリオの評価も低く、前世の過去が複雑に絡み合うシナリオと書けば聞こえは良いですが、かなりあっさりしている上に、主要キャラクターは前世で知り合い同士で、それが重要な部分を占めているのですが、大抵の敵キャラが前世に囚われすぎていることが批判を浴びています。想像として、戦闘面に関してはベースとなった部分が良かったので楽しめます。グラフィックなどは DS にしては頑張ってる方ですが、全体を見ると、戦術した部分が足を引っ張り、評価は割れ気味です。ただ DS1 作目のテンペストがあまりにもひどかったので、それと比べると楽しめるゲームになっています。迷惑なやつだった。2008年にテイルズ・オブ・ベスペリアが発売されました。今作はシリーズ初の Xbox 360作品で、Xbox が発売された当初ということで、最大のキラータイトルとして期待されました。その売り上げは廉価版も含めると最終的に25万本もの売り上げを記録し、現在において日本での360ソフトの最高記録です。シリーズで初めて高精細な HD 映像に対応しており、それゆえ細部までハイクオリティなデザイン画質を意識しこだわっていると、当時の記事からその様子が伺えます。そのためか、2010年以降に発売されたテイルズより、クオリティが高いと言われるほどです。ストーリーは、時代劇のような痛快なシナリオを意識していると公式で語られており、勢いのある完全凶悪と表現されています。テーマが正義であるように、おのおのが独自の正義を持っており、法で裁けない悪を裁く主人公のユーリと、法を内側から変えるフレンが対比として描かれています。ユーリはシリーズ中の主人公では最年長で、精神的にも熟成しており、それゆえ若く未熟なパーティーメンバーの背負うし、成長を促すなどといった調剤役なポジションであり、従来にはいなかったタイプの主人公です。ユーリが大人なせいか、パーティーキャラ間の恋愛要素などが全くと言っていいほど皆無ですが、最終的な団結力はシリーズ中でもトップクラスです。全体的にキャラクターの人気が高く、特に主人公であるユーリは公式の人気投票において、
3連覇を獲得するという快挙を成し遂げています。戦闘システムはエボルドフレックスレンジリニアモーションバトルシステムが採用され、アビスをベースに洗練されており、わかりやすくとっつきやすいものとなっています。細かい点では、雑魚を即死できるフェイタルストライクやフェイタルストライクチェーン、バーストアーツなど新要素は戦略性と爽快感を両立していると好評で、非奥義の演出も派手です。一方で戦闘スピードが落とされ、テンポがかなり遅くなってはいるが、動きが作り込まれているので、これは意図してテンポより演出を重視した結果だと思われます。ストーリーそのものも、ここの各シーンを見ていけば、プレイヤーを引き込めるようなものとなっており、スキットの量も多く、キャラクターたちの楽しい雑談を聞くことができます。しかし、最終章に関しては評価が悪く、正義の対比という複雑な主題を掲げているにもかかわらず、一方の正義側が圧勝してしまう展開になってしまい、テーマを生かしきれていないと言われています。法の象徴としてフレンをラスボスにしたら話を畳めたのではないか、と賛否が分かれています。総評として、全体的なゲームの出来としては申し分なく、キャラクター人気の高さやファンサービスの小ネタも多く散りばめられ、人気のある作品です。本作がシンフォニア、アビスから続くシンプルな戦闘システムの最後の作品で、以降の作品は複雑なシステムや仕様が絡むものが多くなり、良くも悪くも戦闘システムの敷居が高くなりつつあります。テイルズ・オブ・ハーツが発売されました。DS 用として発売されたシリーズ3作品目で、前2作とは一線を画すボリュームを誇っています。全体的な出来としては据え置き型のマザーシックタイトルと比較しても、遜色ないボリュームとなっています。本作品では心を主軸に描いており、世界観は、心がスピリアという結晶によって表される世界で、主人公シングは、世界中に砕け散った仲間のスピリアを元に戻すために旅立つことになります。いわゆる眠り姫のおとぎ話をモチーフにしたストーリーで、複雑でダーク寄りだった昨今の作風から一転して王道路線になっています。キャラグラフィック面もイノセンスまでのポリゴンではなく、ドット絵に変化してますが、なかなかのクオリティで肯定的に見られています。近年シリーズ作品でよく見られる、尖った性格付けや極端な描写が少ないので、パーティー間の中も安定した結束力と明るさを見せてくれます。戦闘システムは評価の高かった、プレステ2版のデスティニーのものを踏襲しています。行動のためのソースをエモーショナルゲージというゲージ性に変更され、青と赤の2色で表現されています。他には長押しで力を貯めて発動するガードブレイクや、二段ジャンプ可能なエアリアルジャンプ、高速で交代できるバックステップなど、スピーディかつ緻密な操作が可能となり、DS テイルズとしてはかなり爽快感があります。本作の賛否両論点として、シリーズ初の試みで従来と同じアニメーションのアニメムービーエディションと、CG ムービーによって作成された CG ムービーエディションが、別バージョンで発売されました。この CG キャラがイラストとは大きくかけ離れたアレンジであり、シリーズファンからこれじゃないと批判を浴びていました。そもそもアニメ調のデザインをリアル寄りにすることが無茶と、発売前から声は上がっていましたが、見事に不安が的中し、実際に動画を見た人たちから、コスプレ集団にしか見えないと言われてしまっています。このようにした理由として、新たな表現の模索のためということです。ものづくりとは難しいですね。総評として、CG に関しての批判はあるものの、総合的には作り込まれており、携帯機のテイルズとして十分良作と呼べる作品です。DS 前2作でファンの期待を裏切っていたので、本作で信頼を挽回できたことでしょう。以降の作品では、キャラデザ問わず 3D が基準になり、2D テイルズは衰退への道を歩むことになります。2009年にテイルズ・オブ・グレイセスが発売されました。主人公は領主の息子アスベルで、物語はプロローグにあたる少年時代と、本編といえる青年時代に分かれ段々と規模の大きい話に発展していきます。アビス、ベスペリアと据え置きのシリーズ作品は、尖ったキャラ付けでしたが、それに対して本作のキャラクターたちの設定は比較的穏やかで、パーティー中は家族をイメージして制作されました。キャラクター人気も他シリーズと比べると高い方です。本作は戦闘、ストーリーともに高い評価を得ています。戦闘システムはスタイルシフトリニアモーションバトルシステムを採用。行動ソースとしてチェーンキャパが導入され、これが続く限り延々と攻撃を続けることができます。かつて猛威を振るっていたフリーランは大幅に弱体化された一方、新たな回避移動手段として、前後左右に素早く移動できるアラウンドステップが採用されました。通常攻撃の概念が存在せず、
攻撃力依存のアーツ技、術攻撃力依存のバースト。この2種類を瞬時に使い分けて戦闘を行います。飛行技に関しては1キャラに3つ用意されており、演出面もスピーディで 3DCG によるカメラワークも加わり、さらに迫力があると好評です。モーションキャプチャーで滑らかにキャラも動くので飽きにくいです。BGM も終盤の通常戦闘焦燥の剣、中ボス戦闘狂乱舞踏など高評価の曲が存在します。ただ1点だけ問題があり、バグが多数存在していました。内容としては、2周目以降、隠しダンジョンに入れない、闘技場で隠しボスと戦えない、Wii の電源が強制的に落ちるなど致命的な部分が目立ちました。これを受けて、発売元であるバンナムは2010年3月8日に謝罪文を掲載し、ソフトの無償交換を開始しました。総評として、ゲームとしての面白さはかなり高い評価を受けていますが、やはりバグの存在が大きかったです。ブランド低下や Wii の市場問題により、累計売上はまさかの20万ほどとなり、まさかのテイルズ本編作品の中では最下位の売り上げでした。2011年にテイルズ・オブ・エクシリアが発売されました。シリーズ15周年記念作品、かつ初の PS3 オリジナルタイトルで、初のダブル主人公という初めて尽くしの作品です。タイトルのエクシリアは造語で、数えきれない新たな出会いや思いの交差といった意味が込められています。15周年記念ということで、いくつかの大きな変更と注目点があります。まずオープニング曲には浜崎あゆみ氏を起用し、主題歌のプログレスは2011年の紅白歌合戦で歌われたほどの人気を誇ります。作中アニメーションに関しては、従来作品ではプロダクション IG が作成していましたが、ゴッドイーターのオープニングなどを担当した UFO テーブルが担当しており、アニメーションのクオリティは非常に高いです。またキャラデザに関しては、藤島康介氏と猪俣睦美氏を同時起用し、作中のキャラグラフィックがこれまでよりもはるかに高い等身となり、より原画に近い再現具合となりました。このようにこれまでの作品をはるかに凌駕する、セールスポイントを売りとして発売されました。戦闘システムはダブルレイドリニアモーションバトルを採用。参加パーティーと二人一組でバディを組み、リンクモードという状態を前提として戦っていきます。特徴としては、二人で発揮する技であるリンクアースや、戦闘メンバーと控えメンバーを戦闘中に入れ替えができたり、戦闘後のリザルトでパーティーメンバーが全員登場するようになりました。また、初心者に親切設計で、豊富なチュートリアル、どこでもセーブ可能、などなど細かな点を挙げるとキリがないほど、ブラッシュアップされています。しかし、本作はキャラクターとストーリーに関して、アビスほどではないですが批判の的となっています。ダブル主人公ということですが、どちらの主人公を選んでも描写不足な点が多く、片方をプレイしただけでは歯抜けのようになっており、どちらも見てようやく物語の流れが理解できる、というものになっています。そのシナリオの流れ自体もこれまでのシリーズ作品に比べてシリアスであり、陰鬱な描写が多く登場するために不快感を感じる人も多いです。主人公側のパーティーもそこそこに癖が強く、特にアルビンに関しては、とにかく裏切る、そして息を吸うように嘘をつきまくるくせに、もう居場所がないからしがみつくしかないと言ってパーティーに居座ります。担当声優である杉田智和氏は、アルビンはクズです。でもそこもまた魅力的なので、彼のクズっぷりをどう受け止めるかが重要だと思います。と公言するほどです。それに反して本作のラスボスは、騎士道精神に溢れ、話が通じないわけではなく、悪事も働いていない上に主人公たちと戦う道を避けることも考えている、というかなりの常識人です。それに対して、主人公側は理想論を押し付けて力で解決しようとするので、どっちが主人公かわからないとプレイヤーは困惑しました。その他の点では、従来作で当たり前だった要素がことごとく削除され、過去作でも批判されていた DLC 商法もバッチリ搭載しているので、こちらも批判の的となっています。総評として、前評判の高さに対し、ところどころに見られる作り込みの甘さや全体的なボリューム不足、好みの分かれるパーティーメンバーが原因で、ファンからの評価は半々です。俺は違う。2012年にテイルズ・オブ・エクシリア2が発売されました。エクシリアから1年後を舞台に前作メンバーは続投で、新たな主人公ルドガーとその兄ユリウス、ヒロインのエルを中心に物語が進みます。
今回の物語のテーマは選択で、これは実際のゲームシステムにも落とし込まれており、ルドガーの選択で物語に影響を及ぼします。ルドガーはシリーズでも珍しい無言系の主人公ということもあって、発売前は不安視されていましたが、蓋を開けてみればシリーズでも屈指の両主人公でファン人気も高く、兄のユリウスと並んで、公式設定資料集の人気投票では、ワンツーフィニッシュとなりました。従来の作品と違い、うつゲーと言われるほどとにかく陰鬱な描写が多く、セロシーに設定されてるだけあって、人死にや流血表現の数は過去最多で、良くも悪くもテイルズらしさはあまりないです。パパも必ず行く。鍵はこいつのはずだ。問題ない。戦闘システムはクロスダブルレイドリニアモーションバトルを採用。故意的にはエッチリアとほとんど同じですが、ルドガーのみ外角という能力が使え、敵を異空間に引きずり込み無敵状態のまま戦うことができます。その外角システムにより非常に爽快なバトルを行えるので、使っていて楽しいキャラです。キャラクターに関しては、前作のキャラは癖が強めでしたが、成長を経て悪い部分が改善され、不快に感じることは少なくなりました。BGM は前作同様、浜崎あゆみ氏が歌う Song for You は人気が高く、ラストバトルで流れる場面では、展開との相乗効果が凄まじく、シリーズで見ても屈指の人気を誇ります。そして悲壮的なストーリーは非常に人気が高く、伏線描写がかなり練り込まれており、中盤から終盤まででゆっくりと伏線を回収していきます。マルチエンディングが採用され、ネタも含めて全部で5つあります。特にバッドエンドとして扱われている方でも、これはこれでありという声もあります。総評として良くも悪くもテイルズらしさがない作品で、人を選ぶ作品であるものの作品としての完成度は高く、ファンの多い作品です。個人的にはアライブが出るまでは主人公含めて一番好きな作品でした。2015年にテイルズ・オブ・ゼスケリアが発売されました。シリーズ20周年記念作品で、タイトルのゼスケリアは情熱、熱意を意味する造語です。記念作品ということで、実績のあるスタッフを集め、過去シリーズの好評だったシステムやシナリオをふんだんに詰め込んだという触れ込みで、公式では本作を記念作であると同時にシリーズ最高傑作であると位置づけて大いに喧伝してました。しかしその実態は、シリーズのブランドを過去最低レベルまで失墜するとともに、クソゲーオブザイヤーにノミネートされかねない勢いでファンの品縮を買ってしまいました。特に問題になってる部分についてのみ取り上げます。まずキャラクターについて、テイルズ史上最低のパーティーと揶揄されているように、殺人を肯定するかのようなスタンスでいることが目立ちます。メンバーのロゼは世直しと称して暗殺グループのリーダーを務めていますが、そもそも殺人そのものに抵抗感を覚えていません。世界観として罪悪感を持つと汚れてしまい、最終的には氷魔となる設定があります。世界観にのっとるとロゼは罪悪感を持たずに殺人を行うということになります。後日設定資料集では、善悪を超越して汚れを生まずにいられる稀有な存在とされていますが、そもそもそんな危ないサイコパス仲間にすんな。仲間から異常に持ち上げられ、登場人物からの評価は高いくせに、仲間のミクリオが過去に自分が呪いの生贄にされたと知りショックを受けてる時に、そりゃ、なんかごめんね、私そんなへこんでなくてさ。そんなの気にすることじゃないだろ。仲間がへこんでる時に自分がへこんでないのって、やっぱ私なんか抜けてるんじゃないかなって。ロゼ、スレイの言う通りだ。気にすることじゃない、むしろその、ごめん。え？俺たちこそそんな心配かけちゃってさ。もうしばらく。このように共感性ゼロな上に、気のない相手を謝らすという高等テクニックを使っています。ロゼに関しては終始このようなスタンスな上、カムイをはじめシナリオ自体がロゼを優遇しているように見えていることが、批判が集中している理由です。次にアリーシャの扱いについて、アリーシャは情報初公開時に主人公と同時発表されたキャラクターが故にメインヒロインと誤解されたキャラクターです。
彼女をヒロインだと思って購入したプレイヤーも多く、しかし実際にはストーリーの序盤で離脱し、それ以降も何かとロゼと比較されることが多く、ミクリオはロゼを真の仲間と評価したので、裏の意味でアリーシャがそうではない、と勘ぐるプレイヤーもいました。また、アリーシャに関連する DLC について、有料 DLC としてアリーシャの衣装が販売されましたが、前述の通りアリーシャは早期にパーティーから抜けてしまうので、購入者から表示詐欺ではないかという批判が出ました。次に開発側の姿勢について、戦術した部分も含めて問題が大きくなり、公式が炎上することになりました。発売後、各種媒体のアリーシャに対する表記が変更され、ヒロインの表記を削除するといったように、初期の宣伝内容と食い違うような形で修正されたことも炎上に拍車をかけました。こうした炎上に対して開発陣は当初だんまりを決め込んでいましたが、宣伝の言葉選びは慎重に行ったがユーザーが勘違いしてしまった。リアリティ重視、物語がわかりづらかった。などと、ユーザーに非があるような言動をしさらに問題は大きくなっていきました。その他にも、一部のプロデューサーの贔屓でキャラが優遇されているのでは、という邪推もされるようになり、もはや収集がつかない状態となりました。慢性的な矛盾不整合説明不足に加え、倫理的に問題ある行動への不自然なまでの賛美や特定キャラの過剰なまでの持ち上げけなし、それら問題点への批判に対するスタッフ側の、誠実な言動開き直りとしか思えないいい加減な対応、もはやゲーム内外問わず目も当てられないありさまであり、ファンはシリーズの終わりを悟ったのではないのでしょうか。後にアニメ版としてテイルズ・オブ・ゼスティリア・ザ・クロスがニクールで放送され、敵を不安視する声もありましたが、シナリオ自体にメスが入れられ、全く別物として生まれ変わりました。リアルタイムで見ていましたが、めちゃくちゃ面白くておそらくこれがやりたかったのではと、個人的には思いました。見てらんねえよ。2016年にテイルズ・オブ・ベルセリアが発売されました。ゼスティリアの評価があまりに低く、加えて本作がゼスティリアの過去の物語である情報が発売前より流れていたことで、地雷として購入を見送ろうとしたプレイヤーも少なくありませんでした。しかし、蓋を開けてみれば前作の評判を払拭できる内容でした。ゼスティリアから1000年前の時代が本作の舞台となり、主人公ベルベットの復讐劇を中心に感情と断りをテーマとしたシナリオとなっています。強い憎しみを持つ相手を殺すという復讐を動機として行動するので、一般的には悪役の主人公です。劇中でもなし崩しとはいえ、一つの集落の経済基盤を崩壊させたり、他人を使い捨てたり、裏社会の組織を利用したりと、リアリストな面が目立ちますがあくまで自分の目的達成のため悪いことをしている。と自覚的であるため根は道義的な人物であることが伺えます。戦闘システムはリベレーションリニアモーションバトルシステムを採用し、移動はフリーランが通常操作で、プレイセスのように通常攻撃コマンド自体が廃止された仕様で、全ての行動が実技に組み込まれています。キャラごとに非奥義数が4つと非常に多く、味方の非奥義同士を次々と連携させていく連携非奥義というシステムも追加され、本作の戦闘システムは評価が高いです。ストーリーは重い展開が多いですが、前作で説明不足だった設定や伏線が丁寧に回収されているため、シナリオの評価は高くシリーズで最も質の高いストーリー性とも言われています。ダークな設定で雰囲気が重くなりすぎないよう配慮したためか、ギャグ性の強いキャラが存在し、重いテーマにもかかわらず従来作品と同じような空気感を出しています。90年代からシリーズが始まり、こうしたスタイルのキャラが受け入れられてきたのは事実ですが、トレンドの変化、客層の高齢化やプレイヤーがゲームに慣れすぎていることもあって、シリーズをプレイしたことのないプレイヤーからすると、オーバーアクトなキャラは鼻につくというのも事実です。ハードの進化によってキャラクターの表現が増した反面、受け手の受け取る情報も増えました。昨今のトレンドや一般層に迎合して一般受けを狙うのか、良くも悪くも転換期に差し掛かっているタイミングとも思います。総評として、過去最悪な前作から一転、ストーリー、戦闘システム、BGM 評価が高く、とりあえずは前作の悪評を払拭することができました。北国の風が余計に染みるわい。僕は一人になった記憶の中でずっと二人は
2021年にテイルズ・オブ・アライズが発売されました。シリーズ25周年記念作品で、前作ベルセリアから5年ぶりとなるオリジナルタイトルです。開発にあたって、新たな時代へシリーズを繋いでいくための継承と進化、そして新生をテーマに開発され、若い新規層や海外にも目を向けてもらうため様々な試みが行われました。デスティリア炎上騒動の影響でシリーズに見切りをつけてしまったファンも多く、それを改善するために Amazon ユーザーに向けて体験版が配布されるなど、熱心なアピールが行われました。本作のプロデューサーは、ベルセリアの新規購入者が 1% 程度しかいなかったことを挙げており、シリーズの復権と新規ユーザーを第一に掲げ、シリーズでは最長期間となる5年という開発期間を経て開発されました。アライズというタイトルは、独自ジャンル名の黎明という意味があり、作品内でも抑圧された環境を壊すという主人公の心情にも紐づいていますが、どちらかというと、開発側がシリーズをこれからも継続していくために生まれ変わる、という意味で初期から使用されていたコードネームで、それが後にゲームのタイトルとなることが決定されました。ゲームエンジンは、初のアンリアルエンジン4をベースに、独自開発したアトモスシェーダーを使用しました。それによって 2D2 でテイルズらしいキャラは残しつつ、その趣を大幅に変更して美しく世界を描き出しています。キャラクターモデルも従来のシリーズと比べて等身が高くなっており、モーションに関しても従来のゲームキャラクターらしい動きではなく、リアリティのあるモーションを取り入れています。戦闘システムはリニアモーションバトルという名称を使用しておらず、歴代作品のシステムを一部踏襲しつつ 3D アクションに特化したシステムとなっています。特徴として、ジャスト回避とカウンターレードに挙げられるように、プレイヤーの技量が影響を及ぼす作りになっています。キャラクターごとに特性が全く異なっており、特定の敵に対して妨害ができるブーストアタックや、地上と空中で瞬時に戦い方を切り替えるなどの戦略性もあります。そして回復魔法のゲージはパーティーで共有され管理が簡単になるとともに、回復するタイミングが重要になっています。使用技などの演出もスピーディーで、爽快感のある戦闘システムとなっています。ボス戦を突っ込んで適当に攻撃したら倒せるというものではなく、相手の行動を見つつ適切に回避などを行う必要があるので、比較的難しい方であると言えるでしょう。ストーリーは王道的で、記憶喪失の主人公がヒロインと出会い、世界を支配する存在に戦いを挑んでいく、という万人受けしやすい作りですが、善良な非支配層と邪悪な支配層という単純な二元論になっておらず、種族や立場が変われば容易に構造が入れ替わるという危険性も描かれています。パーティー間の仲も良好で、種族の違いや抱える過去などからのいさかいはありますが、基本的には落ち着いた雰囲気で万人受けするパーティーです。特に主人公のアルフェンの人気は高く、前向きで一本気な性格で常に仲間たちをリードしつつも、新しい衣装に着替えたヒロインに見惚れてしまうなど、プレイヤーが感情移入しやすいキャラになっています。BGM に関しては珍しく挿入歌が採用され、名曲ハロー・アゲインが流れた後、怒涛の伏線回収が始まりエンディングに繋がっていく演出は評価が高いです。おそらく原曲のハロー・アゲインと、シリーズ初作品のファンタジアが同じ1995年発売ですので、意識して採用されたのかもしれません。総評として、前作の悪評を覆すために始まった作品ですが、多くの変更を試みつつもテイルズらしさは健在で新規層にも受け入れられ、2021年12月9日に発表されたザ・ゲーム・オワーズ2021にて、ベストロールプレイングを受賞したことが示すように、シリーズの復権は成功したのではないのでしょうか。アルフェンの言葉を借りれば、壁を壊すことに成功しましたね。個人的にはゲームの面白さも大事ですが、こういった企業姿勢が一番大事だと思いますが、皆さんはどうでしょうか。俺たちがいる。以上で紹介を終わりたいと思います。約25年という歴史を持つ本シリーズを見てきました。紆余曲折山あり谷ありなシリーズでしたが、これからのテイルズに期待しているのは私だけではないでしょう。それでは動画を終わります。長時間のご視聴ありがとうございました。またね。